皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もマッドマックス遊んでいきましょう。さて、で今回はホープさんのね、娘さんを探すためにまたこのデューン地区、ここに向かわないといけません。とりあえずトラベルしていこう。でね、いつの間にかエンジンが V8 になったっぽいんですよ。なんかね、ブーストが青くなったの。後部に燃料タンクが2つ欲しい。ただ搭載するとシャムの居場所がなくなる。マックスは答えない。マックスもね、マッドマックス2で確かセリフが17回しかないんだよね。マッドマックス2。Not a good place. Say. The old man, as she said, the child's keeper. Was its keeper, huh? This is honorable work, yes, but to do good, it's best to be alive. No, every second here we risk everything. We're close to the underdune. She's down there. That's what I'm saying. This is Buzzard Land. Finally, you see, we gotta burn. Light it up.またあのアンダーデューンに行くのか。どうしたらいい？あっち。ケンシロウの性格もね、やっぱりマックスにどっかしら似てるものがありますね。無口で不愛想なんだけど、困った時は必ず助けてくれるみたいな。セリフがね、少ないというと、自分がすごい好きな二瓶勤先生のブラム、あれもね、主人公がめちゃくちゃ無口なんですよ。Nothing to do but roam around until, by chance, they spew us out. We're here for the child. But why? Why? The buzzards use children to dig around for loot. They're called diglings. 子供を使って宝を探している。Deep in the gloom of their horrible tunnels, I'd wager. しかし、また訪れることになるとは。採掘場に向かう。でも絶対またいるもん、バザード。ここは人間でないといけない。Understood?はしごがある。何を採掘してんだろうね、ここで。こっちじゃなくてそっちか。なんか取れるんですかね、お金になるような鉱石だったり。Stay with the car. Jump back in.
チャムは帰っちゃった。どうやって帰るの？Gotta go deeper if I wanna find these diglings. マックス、どうやって帰りましょう。スクラップ12個多いな。やっぱりね、このマップは人間で歩くより車で来た方が魅力的でしたね。上と下か。目的地は上だね。下にはスクラップ。声がする。ウォーターサーバー。あの子か。でもやっぱりこういうね、ポストアポカリプスもので子供の存在ってのは大きいですよね。結局未来を作るのはね、子供なんで、いつの時代も。もう大丈夫。どうだ、こん中に入ったんか。なんか黒くない？採掘員の一人か。さらに下に向かわないといけない。ウジ虫は今はいいか。アイテムはないね。蹴り開けて。何？三分の一って何の話？字幕を、前後の字幕を見ていなかった。なんだなんだ三分の一って。あ、方向か。穴が三つあんだね。ここ行くか。真ん中やってきたでい。これね、やっぱり三角押すより R1 で回避した方がいいな。パーフェクトパリで、いませんと。いるかな。この紐を引っ張ると子供が出てくるっていうシステムなんだね。で、違ったんで帰っちゃった。Better keep walking. Gotta be one of these. 次、あっち行くか。でもこういうのって大体最後じゃない？一番最後に到達したところに出てくる。こっちだよね。この武器持ってるやつはやばそうだな。どうでしょう。これっぽいな。あ、違うんだ。さっきのなんかね、女の子が
モブキャラっぽい。なんでしょう、なんでしょう。一番最初のこのなんか色違いみたいな顔だったんで、今回のかなと思ったら、そうでもない。音の正体を調べる。こっちからだね。周囲にアイテムはないでしょうか。なんか出てきそうな扉だな。ここですね。マイクレンタル。バザードが死んでる。崩落がひどい。迂回してこっちか。なんだ？Leave me alone, Buzzard! Your mama's name is Hope. She's got red hair. She calls you Glory.これでグローリーを連れ帰りましょう。グローリー。顔でかくね。これね、ちょっと長いんで、読みたい方は一時停止して読んでいってくださると嬉しいです。手をつないで渡っていこう。You know how to get out of here? No way out. There must be. 出口はない。ここはダッシュもローリングもできない。これね、予想していい？さっきの右のとこからチャムが出てくる。と思う。じゃあチャムじゃないし、誰だよこいつ。敵か。まあそうだよね。このでっかいやつを誘導して、ほら殴ってみなさい。よし、やってくれ。硬いこいつ。こいつやばいな。武器ないかどっかに。処刑して。処刑して。この時に殴れば OK？ やばすぎるでしょこいつ。殴る。
こいつはやばいな。危ない。雑魚でキューリーゲージを貯めてやりましょう。無理はしない方がいい。意外とね、ダメージは大丈夫なんだ。マジか、それ当たる。他の敵空気読んでやってこなかったのに。そんなの、ゲージを貯めて、よし、こっからです。怒りのショットガンもう一発リロードが入って、待って、何が起こってる。ここで待って、これどうなってんの。あの、なんか謎の無敵モード入ったな。これで×ボタン出ない。で×ボタン、よし。で、あとは残ったやつをやれば OK なんだけど、どうだ、ちっちゃいの。よしと、危なかった。危ねえ。 Come on. That's our ride. で、この子を車に乗っけてあげよう。エスコートしないと。なんかね、妙に扱いが丁寧だよね。これでグローリーを母ちゃんのところまで届ける。Yes. Back to Mama? Yes. マックスはね、あのホープといい感じになるんですかね。ここね、狭いんだよな。なんかいる。やっぱり。地雷音符、バツボタン。地雷はこれ無限っぽいな。くっそ、進路が。でね、ブーストがついてない。前のやつうまいな。とりあえず
このなんかうんちみたいな地雷を出しながら走るしかない。これあんまりダメージ値高くないね。ここはあの死の落とし穴があった場所ですね。もう追ってこないか。でもこのマックス的にはどうなんですかね。妻子を殺されてどっかでやっぱり安らぎとなるね心の拠り所を探してるとは思うんだけど、ただこの世界でね再婚してもまたね危険が訪れますから。これでストーリーミッション達成。誰かのためにグローリーを母親の元に連れ帰り約束を果たした。これでもこの惨めな場所に留まる理由はない。チャムがいない。It's no affair of mine. It is now. I need your fastest machine. It's yours. Take what you need. Your machine is gone. You were betrayed. So what? Stay with us. Make a life. When are you going to have another chance?Our contract is done. Hey. It's a present for you. Together we can build more than a life raft.Should have trusted the hunchback. Too close now. そしたら行くべきはここか。チャムの隠れ家、マグナムオプスが生まれた場所、ここにトラベルしていこう。ここにいるのか、車と一緒に。
車はあるぞ。チャムはどこに行った？I should kill you for this. Hail the champ! The ruination of Stankum, they said. The one who thieved my big block and my concubine. Not to mention the one who ran a saw blade into Lord Scabrous Scrotus's very brain bag as if cutting dead stump.Saw your ride. Followed it here. We all followed it here. Found your monkey. And that monkey was made to sing. About you. A woman. A child. A whole little family. You must be the daddy.Daddy's gonna die. こいつはここで殺す。どうやったら倒せる？首を折って。やれるぞ。いや結構食らってんな、いつもにか。危ない。今の危ない。邪魔をするんじゃないよ。カウンター取るのか。カウンターがね、できるやつできないやつがあるんで、これが注意なんだよね。これできない。当たってない。これはカウンターできない。カウンター。What did he tell you? Lord Scrotus was here!He heard that monkey song and he dug it about a little family. A woman, a child, a dog. Lord Scrotus gonna hurt you more than you could ever hurt me. He's there right now, killing him slow. In all sorts of tasty ways. Catch the shot!But I took it upon myself to bring her back to her birthplace. My angel, the Magnum Opus. You stole her. Righteous, it was not. I confess. But what could this lonely acolyte do?
後ろに石油タンクを乗せようとした。それで盗んだのか。わしの居場所は。これで車でディープフライヤーの神殿に行く。トラベルできるかな。どこだ。ここか。トラベルして行きましょう。行けないっぽいので、ここに行きましょう。まあでも、ちゃんもね、せっかくいろいろメンテナンスした車を、マックスにね、持っていかれちゃったら、かわいそうだよね。これで、ディープフライヤーの神殿に到着。これでストーリーミッション達成。永遠に失われし全て。ホープとグローリーはもういない。スクロタスの手で命を奪われた。この報いは必ず受けさせる。つまりグローリーもあの後死んでしまったんですね。どうもこれラスボスはスクロタスになりそうですね。妹誕生は出てこない。そうね、居場所が。ウォーボーイのみが把握してる。聞き出す必要があるのか。あの Yeah, he'll know. And he will tell me. ビッグナッシング。ビッグナッシングはウエストランドの外れにある誰も住んでいない広大な地域。南と西にはグレートホワイトが地平線の彼方まで延々と広がっている。東側に進めば砂丘と嵐が待ち受けており、旅人は死を免れない。ビッグナッシングの至るところで噂や秘密、伝説が囁かれている。グレートディバイドと呼ばれる壮大に連なった山々の先に緑が生い茂る伝説の楽園があるというのだ。またビッグウェットがグレートホワイトのどっかにあると信じる者もいる。ビッグウェットってのは、まあ要は広大な潤った土地ですよね。その存在がまことしやかに囁かれている。で、次の目的地っていうのがどこだ。あいつから、こいつか、ここですね、ガスタウンに戻っていくんだね。はい。ではね、一旦今回はこだわりにして、また次回につなげていこうと思います。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしていただけるとすごく嬉しいです。ではね、また次回マッドマックスでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。